おこんばんは。マーコさんは食べ友のお時間です。今週は京都駅ウィークということで、京都駅の中央口に立っております。私が学生の頃、京都タワーをろうそくに見立てて、12時やったかに明かりが消えることを見越して、11時59分59秒に京都タワーに向かって彼女にふーってしてごらんって言うと、明かりがパッと消えて、彼女がキャーすごいってなるというのが流行ったことがありました。タイミングとかすごく難しいと思うのですが、成功しはった方いはるんでしょうか。さて、今回は京都駅に併設されている伊勢丹デパートへ行ってみようと思います。京都に伊勢丹が来たばかりの頃、これまで在京のデパートとは品揃えが少し違っていて、都会的と言いましょうか。わかりやすく言うと、なおい感じに尻込みしていましたが、美味しい店も多いし、エスカレーターがど真ん中にドデンとあるところとか、とても好きなデパートです。以前の動画でエレベーターとエスカレーターの違いをご指摘いただいたのですが、未だにどっちやったっけと考えてしまって、油断していると間違えるので気をつけないといけません。ご指摘くださった方、ありがとうございます。さて、そんな洗練された直井伊勢丹、地下2階まで降りてきました。今回ご紹介のお店はこちら。鳥さんはさん。京都オリジナルのお店ではないのですが、京都駅構内は物価が高めで、ランチでも1000円以上するお店が多い中、1000円でめちゃくちゃ美味しい親子丼がいただけるので、ぜひご紹介させてくださいませ。伊勢丹でご飯というと、高級なイメージがあるのですが、地下の食料品店に降りてくると、サンマルコカレーさんや551蓬莱さんなど、お求めやすい価格で食事をすることができます。早速、メニューを見せていただきます。名古屋コーチン親子丼1078円、高層名水鶏だと858円、鶏カツ丼968円など、唐揚げをつけたメニューもございます。それぞれに名古屋コーチンの鶏つくねが入ったコラーゲンスープと、紀州南高梅がついてくるとのこと。時間短縮のため、お会計はお先にということで、お支払いを済ませてしばし待ちます。大きなのれんで仕切られたイートインスペースは、カウンターのみ、一人でも入りやすく、和風のシンプルな空間です。お持ち帰り用のタッパもたくさん置いてありますね。5、6分待ったところでやってまいりました。名古屋コーチン親子丼1078円なり、朱色の丼に黄色い卵がとても映えています。そしてご覧いただきたいのは、この絶妙なとろどろ感。これ以上はあかんし、これ以下もあかん。ご飯の余熱をも計算され尽くした極上とろとろ親子丼。お出汁と卵が出会った甘くて癒される香りが湯気とともにゆらゆらと上がってきては、鼻先をくすぐっていきます。何回も深呼吸をして肺の中を親子丼フレーバーで満たしたい気分。編集しながらもお腹が鳴る、夜中に見てはいけない危険なビジュアルです。お膳には親子丼のほか、つくねの入ったコラーゲンスープと梅干しが添えられています。それではいただきます。鳥さんはさんの親子丼はお箸やとトゥルントゥルン滑り落ちるので、スプーンで参らせていただきます。それご覧くださいませ。お出汁をたっぷり含んで、今にも溢れ出しそうになっているふわふわ卵。では本日の一口目、名古屋コーチリンチョ。おいしい。口に入れた瞬間、高校の原告の授業で習った、本当に美しいものに出会った時人は沈黙するという一文が蘇ってきました。本当においしいものに出会った時人は沈黙するんですね。お出汁の塩梅、みりんの塩梅、お醤油の塩梅、そして卵のとろかせ具合、すべてが100点満点。ロスオリンピックで森末慎二選手の演技に10点が連発した時のような、10点10点10点と札を上げたいような、そんな気持ちでいっぱいになります。まず口に入れるとスフレのような卵の感触が舌に当たり、あむっと噛むと、かつおだしに鶏のおだしが溶け込んだおだしのジュースがじゅわっとコーナーにあふれます。そしてそれを追いかけるように濃厚な卵が甘みをまとってご飯一粒一粒を包み、幸せホルモンが脳を満たした頃、いつの間にか魔法のように卵は喉を通っている。
美味しい卵の余韻を感じながら、今度は名古屋コーチンのオンステージ。卵の中にお出汁が溶け出しているにもかかわらず、濃厚な鶏の旨味がまだまだ残っています。ほのかな弾力があって、噛めば噛むほど名古屋コーチンの美味しさを楽しめます。和風だし、卵、鶏、そしてご飯、おのおのに力を持った食材たちを国家試験にしてもいいんじゃないかってくらいの匠の技を持った卵とろかせ職人が、とろかせ、まとわせ、一つの作品へと導いていく。最近買った人をダメにするクッションのように、この親子丼は私の五感を翻弄し、判断能力を鈍らせていきます。危うくもう一杯と高らかに丼を掲げて叫びそうになるくらい、我を忘れてパクリンチョパクリンチョとスプーンを持つ手が止まらないのでありました。とここで七味をかけてシャキッとしたいと思います。パッパッパ。七味の上品な香りがふわっとあたりを包みます。それでは七味パッパリンチョ。おいしい。ただただ優しかった人が厳しさを覚え、シャキッとしたようなピリッと味が締まります。そしてこの七味の香りが親子丼をより一層芳醇な食べ物へと導いていってますね。おいしい。山椒でもきっとおいしいんでしょうね。あまりにもおいしい食べ物が入ってきたからと、私の体内では一口目から親子丼祭りが開催され、イケイケどんどんのミュージックが流れていたんですけど、ここに来て食べたいけど食べたくない、複雑な心境へと変化してきています。食べるとなくなる、そんな当たり前のことが受け入れられずに、今一生懸命に現実と向き合おうとしています。すごく好きなドラマとか、すごく面白い本を読んでいると、先が知りたいし、どんどん読み進めたいんやけど、読み終わるのが嫌だという感覚、あの時と同じ気持ち。いよいよ最後の一口、これでしばしのお別れです。最後の一さじを丁寧にすくい上げながらパクリンチョ。あー、食べてしまった。今回もなんて美味しい親子丼であったことでしょうか。お米一粒一粒がこんなにも愛おしいなんて。親子丼としばしお別れをし、気持ちを切り替えるぞとばかりにコラーゲンスープへと手を伸ばします。お箸からも伝わるつみれのプルンと感。こちらのコラーゲンスープとつみれは親子丼の添え物というよりは、これ一つでも立派にメニューになるくらいしっかりと美味しいスープで、親子丼との別れの寂しさを癒してくれます。そしてデザート代わりの蜂蜜梅、肉厚でこちらもとっても美味しい。蜂蜜梅の優しい甘酸っぱさに耳の下がキューッと痛くなりながら、めくるめく親子丼とのひとときを思い出し、一人ニヤニヤするのでありました。鳥さんわさんはいろんなところにお店がありますが、京都はここ伊勢丹とイオン桂川店にも入ってはります。量が程よく調子のいい時の私やったら3杯はいけそうなくらい良い塩梅のお腹の膨れ具合となっております。味の好みはお人それぞれでありますが、私としては絶品やと思っています。京都駅でお時間がある時はぜひ伊勢丹デパート地下2階へいらしてみてください。私がいたこの時は女性のお一人様が3組入ってこられ、一人でもとても入りやすい雰囲気です。お持ち帰りも受け付けてはるとのこと。お出汁の加減もさることながら、名古屋コーチンの美味しさを改めて知ることができます。鳥さんわさんの名古屋コーチン親子丼でした。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。京都伊勢丹地下2階の鳥さんわさん、少し前にも親子丼巡りをさせていただいたのですが、こちらは単独でご紹介しようと温存していたお店です。親子丼を捕まえて、こんな言い方変なのですが、卵かけご飯の最高峰みたいな、そんな美味しさがあります。我々は卵と鶏を合わせた丼を総じて親子丼と言うてますけど、鳥さんわさんの親子丼は鶏と卵がほんまに親子なんじゃないかというくらい息の合った卵と鶏のコラボレーションを体験していただくことができると思います。あんまり美味しいと言いすぎるとハードルが上がりすぎて、こんなもんかと思わはってもあかんので、まあまあ美味しいですということにしておきます。
撮影させていただいたお店の皆様ありがとうございました。そして最後まで見てくださった皆様ありがとうございます。それではまた次の動画まで、バイバイ。